はい、では今これで、デジコアパーマがかかります。結構かかってるでしょ。で、これの良さはこのまま自然乾燥スタイルも作れるし、大きくウェーブもこういう風に乾かしてったら大きくウェーブも作れるんで、お客さんが自分でやりやすいのがこのデジコアになります。で、表面の方は、乾かすと分かるんですけど、結構 A ラインのラインに鉢がちょっとフィットして、すすき広がりのリバースの感じになってます。はい、今、カラーも終わった状態なんですけど、結構ウェーブが残ってくれたので、よかったかなと思います。これからちょっと乾かしていきたいと思います。で、乾かして、その具合をちょっと見てください。で、これだと、モデルさんもこのまま、例えばうちだとヘナジェルとかをつけて、そのまま自然乾燥でもスタイルになりますし、乾かし方によって大きいウェーブに作れることができるんで、ちょっとやってみたいと思います。先ってると思います。で、ここもここにこの肩のこの鎖骨のところにもうなんか持ってくるみたいな感じで、でドライヤーやってますよね。ただ熱で反応するんですね。で、5秒ぐらい待ってください。ウェーブが出ます。で、こうやってやってるのは、ただこう、束にした方がこうやってやりやすいからやってるだけで、別にこれやんないで普通にこうやって持ち上げても大丈夫。全部すくえなくてもいいので。で、こうやってやって、で、じゃあ結構、軽く上から出したいっていう場合は、耳の穴、ちょっと上まで持ち上げてください。何個かに分けてでもいいので、で、5秒から10秒待ってもらっていいですか。そうすると毛が冷めてくるんで、こういうのカールが出ます。耳の穴まで持ち上げたら5秒から10秒待って、で、リバースにかけましたよね。ここはね、リバースちょっと難しいんだけども、これちょっとリバースに持ち上げるしかないんだよね。ここ難しいよね。これはリバースにやるとこういう風に、結構すごくないですか。すごいですね。はい、こういう風にやって、で、そのまま見ます。結構カールが出ます。今日も撮影が終わりました。お疲れ様でした。はい、パーマとかどうでしたか。難しいですよ、すごく。すごくくるくる、結構変わりましたよね。はい、すごいできそうですよね、それはね。はい、で、カラーの方は、こちらの方抜けてくるので、強いて言えば、ちょっとブルー、若干毛先、色は今この見た感じ、トーンは上がってるんですけど、ブルーもちょい線量薄くてもよかったかなっていう感じ。ちょっと頑張りすぎちゃったんで、まあ、抜けていくときにグラになっていくので、若干、もうちょい少なくてもよかったかなっていう結果になりました。まあ、綺麗に詰まってますよね。はい、ちょっとガラッと変わったので、ね、良かったのではないかなと思いました。はい。どうですか、一連のなんかパーマとカラーしてみてる感じ、今までの感じと。結構お店早まかし流というか、なんか違いますか。一緒です。すごいカラーの材料。はい。すごいこだわってる。ああ、ありがとうございます。はい。なんか匂いとか、はい、あんまりきつくなかった。あ、そうですね、はい、匂いそんなにきつくないかもしれない。そうですね、意外と他の店よりも時短で時短でありがとうございます。早くて仕上がりにすごい嬉しい。おはようございます。終わります。はい。
じゃあ皆さんまた見てくださいね。じゃあね、バイバーイ。はい。